カイホロ藤町申します。チェインクロニクルやっていきたいと思います。とりあえず弾丸論破とチェインクロニクルがコラボいたしまして、ガチャあ1個足んないくそ。の前にまあまあクエストやっていこう。絶望との絶望との開墾、まあ読めないや普通に読めなかったな。急に呼び出してどうしたのさ。どうしたもこうしたもねえよ。最近黒の軍勢が妙に活発なんだ。それも見慣れない妙な魔物が混ざっててよ。妙な魔物って、あー白と黒の熊みてえなやつ。白いのと黒いのと2体ってこと。いや1体で白と黒なんだ。こう左右にパックリ白と黒に分かれててよ。なんだか想像できませんね。見たら嫌でもわかるだろうぜ。お、魔物だ、魔物が出たぞ。急ぎましょう。グオーってキョッキョー。村人の顔ね、町人か。お、田舎者はいねえが、大陸サーチの田舎者はいねえがって大山さんの声でめっちゃ再生されるね。本当に白と黒のクマだね。ここまで黒白と黒だとは思いませんでした。言ってる場合かよ。行くぜ隊長。カイン久しぶり。めっちゃ久しいな。ね、敵として出るってことかな。なんだ今の。銃の、わかった。絶望少女の武器だよね、これ。3連続強。わ、欲しい。ガチャ引きたい。強い。あの銃強いでしょ。半端ねえ。え、ボスはどういう感じだ？まんま、あ、これでいいのね。まあ、相手にはならんな。何気に経験値多いね。あ、これフリーじゃないじゃん。クエスト制じゃん。まあいいや。遠距離。遠距離がいない。パーティー2だ。ペペペペペ、ボディーががら空きだよ。なんだこの魔物、ふざけやがって。こよよ？魔物って僕のこと？僕にはちゃんと。ナイスな名前があるのになって。大山さんの声は特徴的だからね。本当に何なの？僕はモノクマ、狭い島国に収まりきるような器じゃないよ。覚えやすさと親しみやすさを兼ね備えた完璧なネーミングでしょ？ね、こんな素敵な僕と仲良くしたいでしょ？争いなんて不満なことはやめようよ。と見せかけてパーンチ。お、大丈夫ですか？お、来た。主人公ですよね。前半は待ちなさいよ。ボイス欲しいよね。フィーチとは卑怯だよ。熊の風上にも置けないとはまさにこのこと。やってしまうのだ、我がしもべたち。ゴーッ。あれガチャだよね。ガチャ引きたいな。それで課金はできるんだよね。しまった。上の魔法使いクソほど差ってないからな。
これでボス倒したらなんかもらえる。多分モノクマもらえるんだろうな。痛い。よし、全員をさっさと殺して。全力ぼこり。よし。何気に剣持ってんな。合体した。フュージョン、フュージョン。白、黒、肌色になったな。くらえ。ふぐ、こうなったら。で、戦略的撤退。これは逃亡じゃなくて戦略的撤退だから。ちょ、待ちなさいよ。誰だかわからないけど助かってよ。君たちは？私は誰だっけ？だから言ってるじゃない。あんたは植木小丸だって。小丸？名前一応出るんだ。深川冬子。深川冬子さんですか？素敵な名前ですね。かっこ笑って。嫌味のつもり？地味な名前で悪かったわね。そっち？臭くて臭くてしょうがないからとっとと消えてくれって思ってるんでしょ。もうフィーナそんな子じゃないよ。私たちは義勇軍のものです。義勇軍？義勇軍っていうのはとにかくいい人だってことだね。まあいいです。今度は小丸たちが説明してよ。お、さっきのクマは何なの？二人はどこから来たの？その私は記憶喪失らしくて自分の名前もわからなくて。だから言ってるじゃない。あんたは小丸だって。何で認めないのよ。もう紹介してくれ紹介。あはは、二人ってば仲良しなんだね。どこがよ。おい、話がそれてるぞ。さっきのクマについて教えてくれ。シルバーさんいたの？あいつはモノクマ。詳しく話すと長くなるけど、善悪で言うなら完全に悪側よ。小丸が記憶喪失になったのも、あんたたちが、じゃあ私たちが、このど田舎に飛ばされてきたのも、全部あいつの仕業でしょうね、と。飛ばされてきた？冬子たちはユグドの人間じゃないの？どうしたの？初対面の相手に下の名前で呼ばれるなんて初めてで。じゃあ深川って呼ぼうか。え、そう、そっちの方がいくらか落ち着くわ。じゃあ改めて聞くけど、深川たちはユグドの人間じゃないの？小丸はともかく私がこんな土臭いところの生まれなわけがないじゃない。ひょんな拍子に気を失って目覚めたらこんなど田舎だったのよ。私も深川さんと同じで、しかもそれまでの記憶もなくって。だったらさっきのモノクマってやつを見つけて捕まえなきゃね。オイラたちも手伝うからさ。ありがとうピリカ。ピリカたちに会えてよかったよ。苦しいよ困る。もう主人公はもう全く喋らないからね。何これ、チケット？何の何の分かんねえな。とりあえずじゃあ戻ってみるか。こうじゃないな。来た。コラボフェス頼む。キャラクターお願い。クソゴミはいらない。超高校級の殺人鬼ジノサイダーショウ。この素敵な殺人鬼です。おめでとうございます。新しいアルカナを手に入れました。さて、この方とのお出会いについて、出会いについてはこの場ではまだ語られません。出会いの物語にて新しき出会いが書かれるでしょう。ご興味があればぜひプレイしてみてください。
服と。うわ、できんじゃん。剣ね。へぇ。素敵な殺人鬼でーす。すげえな。まあ、個性豊かなキャラクターだ。ウォルグ、お前抜けてもいいぞ。待ってね。あれ何？戦士かな？戦士。手に入れた順。コスト17半端ねえな。ちょ待ってね。12か、5上がんな。5上がんな、だいぶ弱くなるもんな。とりあえずパーティーに入れときたいけど、無理だよな。レベル的な不可能か。まあ、いや、じゃあちょっと、いずれかはリーダーにしよう。あとは関係ないよね。説明は、深川冬子の第二人格。かつてはイケメンばかりを狙う連続殺人鬼だった。エキセントリックな性格で常にハイテンション。笑顔の素敵な殺人鬼です。はーい。とりあえずこれね、スタミナ切れると思うんだけど、まあ切れたら回復しよう。誰使おっかな。これあれだよね、これ弾丸のキャラだよね。持つんじゃね、持たんか。元殺人鬼の休日。なんだかこの辺り埃っぽくない？あそこの店のおっちゃんが掃除してるからじゃない？確かにお引っ越しするみたいな大掃除ですね。おっちゃん何してんの？ああ、品替えのついでに片付けてんだが、なんだかキレが悪くなっちまってな。人の迷惑も考えないで民度が低いったらありゃしな。大丈夫？すごく苦しそうだけど。くしゃみですか？出してしまった方が楽になりますよ。そう、そういうわけにはいかな。ベイクショーン。それで人格が変わるんだ。で困る？すげえ人格変わんな。魔物。いつの間に、多分マイク切れてたね。わかんないけど、まあいっか。あ、ナイフちょっと、モーションは？あ、やっぱそれね。強いなぁ。これくらいすると覚醒するんだよね。すごい、無双している。
とりあえずなんとかなるだろう。あ、間違えた。危ない。お右下イケメン、イケメン。いいえ、ふう、なんとかなったね。深川さん、今度こそ説明してよね。そうしたいのはやめやめだけど、もう別れの時間っていうか、お別れの時間。へーくし、へーくし。な、なに、何が起こったの。何が揃いも揃って私を見て。深川さん、いつもの深川さんだよね。ああ、あいつが出たのね。あいつ、頭がこんがらがってきちゃった。先ほどの翔さんというのは深川さんのもう一つの人格なんですよね。で、元連続殺人鬼なんだよね。で、人格を交代するにはくしゃみをすればいいんだよね。だからそうだって言ってるじゃない。何回説明すれば気が済むのよ。ごめん、すんなり信じられる話じゃなかったから。まあ、おいらは信じるけどさ。一つ気になるんですが、な、何よ。深川さんがくしゃみをしないと出てこれないなんて、翔さんは寂しくないんですかね。ふん、元殺人鬼が寂しさなんかを感じるわけないじゃない。ないわよね。知らないよ。わ、よりによってこのキャラ引いちゃったのか。癖強いな。ああ、寂しくない。待ってよ、ピリカ。すんげえシーン変わった。シシシ、こっちこっち。朝っぱらからあいつら何を騒いでんのよ。危機感ってやつがないのかしら。気晴らしの鬼ごっこらしいです。深川さんもご一緒してはどうですか。ふん、あんなガキどもと一緒にするんじゃないわよ。それにもうそんな年じゃないしね。それにしてもあいつらが走っているからかしら。妙に誇りっぽいわね。ふえふえ。何これ、登場し、あるね。ハサミで継ぐ愛の糸、意外と家庭的な殺人鬼でーすって。で、出たー。ちょっと出たって結構なお出迎えじゃない。すいません、ピリカに悪気はなくてですね。だからどうか命だけは。んだよ、あのメガネ、そこんとこの説明はしてねえのかよ。安心しろって、私が殺すのは胸にギューンってくる燃える男子だけだから。ギャーンか。だから負なんだね。にしても、むっさ苦しい部屋だな、おい。燃える男子はいないのかしら。いやいや、俺はいない。カインがいるよね。そうだ、俺なんかいい感じじゃないか。そういえば、ボーリングの、何これ。加湿靴がダサいのは盗難防止のためらしいわよ。あ、あからさまに話をそらしたわね。なんだかよくわからないけど、否定されたのは理解できたぞ。うん、手近なところにジェノサイダーの燃える男子はいないみたいだね。うし、となったら観光ついでに燃える男子を探しに行くわよ。たくわけんだからこんくらいでヒーヒー言ってんじゃねえよ。で、燃える男子はどこかしらん。ジェノサイダーの言う燃える男子って一体どんなイメージなの。んー、できればあの方みたいにワイルドな人がいいな。あの方ゴー、ちょ、ま、街中だよ、ここ。魔物、たく燃えねえやつほどよく騒ぐぜ。俺のことかな。俺のこと言っているようだな。困ったもんだ。音量ちっちゃくないこれ。多分こんくらいだよね。ずっと音量気にしなかったな。この子かわいいな。あんまりかわいくないな。やっぱこの子かわいいよね。
こいつら鬼か。うんうん、よし弱いだいぶ弱い。レベルが上がりそうなんだけどな。このスタミナでレベル上げた方がよかったな。まあ、さーてさて、モイル男子っちゃどこでしょうね。どこでしょうね。ぜーぜー。で、適当な人を紹介して早く納得してもらわないと。体力が持ちません。ワイルドなやつ。ヤッホー、ギルバード。しばらく顔見せないと思ったら、どうしたんだい？突然押しかけてしまってすいません、実は。へーはーほーひーふーん。なんだね君は。人のことを舐めるように見て。舐めるようにってなんだっつーの。本当に舐められたことあんのかっつーの。な、デコマル？ん？え？ああ。あ、デコマルって言われてんだ。この子はジェノサイダーショーって言って、オイルたちはジェノのモイル男子を探してるんだ。モイル男子。そう、見てるだけで心臓をむさぐりたくなっちゃう激マメな激萌え男子を探してるの。どう、ギルバートはいい感じ？すごく考え込まれていますね。クイズ番組みたいな。まだね。ブッブー、スズメの涙ほども萌えね。これだったら新品の冷蔵庫の方がまだときめくっつーの。るよくわからないが、なんだかショックだな。なんかすいません。よし、じゃあ次に行くわよ。まだ行くの？足りめえだろ。私らの冒険はまだ始まったばかりだからな。つらい。このキャラクターつらい。こいつ買ってこうだな。久しぶりだね、おっちゃん来た。多分おっちゃん来た。お、急にどうした？その翔さんのモイル男子を探していまして。翔さん？モイル男子？なんだそりゃ。パンパカパーン。女子力高めの殺人鬼ジェノサイダー翔です。意味がわからねえよ。どうですか、シルバーさん、思いますか？結構ワイルドだと思うんだけど。ムーン。これまた兆候だね。なんだかこっちがドキドキしてくるね。ブッブッブー。つま先から髪の毛、え？つま先から髪の先まで燃えね。生まれたての豚の方がまだ万倍も燃えるっつーの。ギルバートのさ、冷蔵庫の方が上だよね。ぐ、なんだかよくわからねえけど負けた気がするな。やっぱ私の胸をかきむしてくれるのはあの人しかいないってことかしらね。あの人？ぼう。お前何？いるの？そんなに。街中にいるもんなの、魔物って。そうそう、こんな風におたけびあげるクソワイルドなあの方。魔物。なんだかよくわからねえが、とっちめちまっていいんだよな。謎の敗北感を晴らしてやるぜ。これ見つからねえな。絶対ねえよ。つか俺が使ってる男子キャラ両方ワイルドじゃね？上間は人間じゃないと思うけど。危ない危ない。こいつ相当ワイルドでしょ。傷めっちゃあるぜ。左目の方なんか縫ってるかもね。終わりだ。大乱闘になってる。弱い。あー出たこいつ。違う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 。よし。うわぁ。あー違う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 。あ、やばい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 。
まあなんとか勝ったね。もうレベル上がるな。なんだか今日は疲れちゃった。たくさん歩き回ったからね。結局ショートさんの思い出男子は見つかりませんでしたね。バーカ、あの方以上に燃える男なんて花から見つかるわけねえだろうが。え、初めから見つからないって分かったの？だったら何のために俺たちを連れ回したのさ。もうそんなに騒がないでよ。男女の友情が成立するかと私の乙女心は永遠の謎ってことで。じゃあまた楽しかったぜ。ブラクション。あれ、私は何を？深に戻ったんだよね。みたいだね。思うんですけど、やっぱり翔さんは寂しかったんじゃないですかね。どういうこと？ずっと深川さんの中で寂しくて、それで私たちと遊びたかったのかなぁと。ジノサイダーも寂しくなったりするのかな。だったら元殺人鬼でも結構可愛いかもね。ですね、またお会いしたいです。だから、ちゃんと説明しなさいってば。オッケー。クリア。覚醒。確か表彩出るよね。どれ？真ん中が確かついてる、これか。幾多の燃える男子を切り刻み、ワイドショーを騒がせた正真正銘の殺人鬼。敵にとどめを刺すことに攻撃力が増加する。普通へ。なるほどね。へぇ。よーし、覚醒した。手短なやつでちょっと、ガチャ引きたいんだよな。なんで AP6 もかかるんだろう。めっちゃかかる。まあじゃあ今回はここまでにしたいと思います。